在庫チャンネル。皆さんこんばんは。加畑正則です。浅見遥香です。今週からですね、3週続けて太鼓レッスンをお届けしますよ。はい、今回から雪見先生に教わります。楽しみよ。楽しみです ね。じゃあ今日も元気にいってみようか。太鼓チャンネル。今週から雪見先生に教えていただきます。太鼓ちゃん音頭以来の2回目の登場です。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。はい、そしてゆうこりんとのんのんにも今日参加していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私ですね、はい、今日雪見ニュースタイルって聞いてきたんですけども、はい、どこら辺がニューでどこら辺が雪見スタイルなんですか？あのですね、うん、雪見流曲打ちというのは、うん、踊りと和太鼓の融合ということで、体全身を使って、そしてリズムに乗って太鼓を打ち抜くという、ちょっとね、新しい感じのスタイルの曲打ちになっています。すごい体全部が使えそうですね。そうですね、これはですね、うん、結果的にはなんと体を鍛えるエクササイズとしてもね、効果があります。エクササイズ。そうですね、例えばですね、うん、インナーマッスル、体の中の筋肉、それからですね、足を開くことによって下半身の強化、さらにですね、腕を使って太鼓を打つということで上半身を引き締める、またですね、曲を使うんですね、はいはい、そうするとその曲、3分だったら3分の曲を全力で打ち抜くということで、うん、持久力アップにもなっちゃうという。なるほど、はい、なんか今までと違った太鼓ですね。そうですね、新しいスタイルになると思います。楽しみです、はい、それでは早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず、バチの、ね、持ち方からいきますね、はい、バチの握りなんですけれども、バチは、ね、横打ちの場合にはしっかりと握りたいということで、少し、こう5センチくらい開けたところをしっかりとグーで握りましょうか、はいはい、もうバチと手が離れないというぐらいしっかり握ってくださいね、はいはい、でこれのバチの軌道なんですけど横にします。で、バチの軌道はそこからちょっと振ってみましょうかね。右手はブーンと回して太鼓の目に当てて戻す、はい、左手は、そこから太鼓の目にブーンと回して戻す。そうです、そうです、はい、ではちょっと待ってみますね。今度は、構えですね、姿勢なんですけれども、足をしっかりと横に大きく開いてみましょうか。はい、その時ですね、つま先は外に向けて内側に向かないようにしっかりと、ハの字ですね。そうです、ハの字ですね、はい、腰を落とします、はい、そしてそのまま右左右左と体を体重を移動させるわけですね。結構きついですね。きついですね、はい、これがね、はい、インナーマッスル、下半身のね、強化につながるわけですね。なるほど、はい、はい、じゃあ実際に音を出してやってみましょうかね。はい、分かりました、はい、じゃあ構えますね、いきます。右左こう交代にいきます。せーの、上下の、ね、基本をちょっとやってみたいと思います、はい、先ほどの、バチの軌道なんですけど、バチはね、同じです。右手は、はい、で左は先ほどおでこのところにこうですよね、下がり気味で、これがね、脇の下に行きます、はいはいはい、脇の下に行って、軌道としては右、左は脇の下から横に打つ、構えなんですけども、足をやはりこれも同じですね、しっかりと開きます。そしたらですね、スライドではなく今度ダウンアップですね、しっかりお尻を落として、はい、これで打っていきます。はい、きついですね、はい、きついですね。ちょっとね、せっかくなんで手と、合わせて連動させてやってみましょうね、はい、じゃあいきます。せーの、ドラム&ダンスエクサでゴー。基本姿勢と基本打ちのおさらいです。
バチを握るときは根元を5センチほど余らせて拳を握るようにしっかり握りましょう。スタンスはつま先をハの字に開き、しっかり腰を落とし、常に膝が伸びきらないように注意しましょう。やっぱりあんな低い姿勢できないから、うん、もうね久々に使わない筋肉使っちゃいました、はい、それぐらい効いてくれた方がいいんですね、うん、なるほど。次週は何を教えてくださるんですか。はい、次週はですね、曲に使う振り付けとリズム、フリズムというのをやってみたいと思います。楽しみです、はいはい、それでは次週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はるかちゃん、はい、どうだった。音楽と合わせることによってすっごく楽しく打ち抜けるんだなということが分かったんですけども、やっぱりちょっとねエクササイズということで、うん、今後どう自分のね体が変化していくのかっていうのがちょっと楽しみです。皆さんね、はい、ちゃんとチェックしていきましょうね。お願いします、ね、はい、それでは続いてのコーナーはこちらです。どうぞ。今後のイベント情報。5月21日土曜日には東日本大震災チャリティー和太鼓ライブ in 東秩父村が東秩父村和紙の里にて行われます。出演は稲町綾瀬太鼓、龍子太鼓、他6団体。続いては参加者募集のお知らせ。太鼓祭り in クレア鴻巣第5回東日本大会への参加を募集しています。募集団体は12団体です。そして太鼓祭り in 豊田第1回西日本大会への参加も募集しています。募集団体は12団体。締め切りはどちらも5月31日です。
オンデコ座ライブ DVD 既婚一打絶賛発売中。オンデコ座の DVD 既婚一打がただいま絶賛発売中です。オンデコ座が奏でる和の心をぜひご堪能ください。そして番組では太鼓に関わる皆さんからのビデオレターを大募集。ご覧の宛先までご応募ください。この機会にぜひ足を運んでみてください。さて次週の太鼓チャンネルは引き続き雪見先生の太鼓レッスンをお届けします。頑張りますよ。 OK、 それでは太鼓チャンネルまた来週。特報、あの迫力とあの熱気が今再び。太鼓祭り in 熊谷ドーム2010日本一決定戦が早くも DVD になって発売決定。日本一決定戦の模様はもちろん、その他の出演団体、そしてあのオンデコ座をはじめとした一流アーティストの演奏も収録。詳しくは日本太鼓協会まで。